私も先生と相談しながらやってることだし、じゃああんまり配信でそういうことは言わない方がいいんだじゃかない？ら、全部。いや、だから、それには流れがあるんですよ、いろいろと。マダムさん、これをスペースもやってるけど、わざわざ周りに情報を与えるようなことばっかり言っちゃってるような気がするんでね。私別に一応俺、考えてやってるつもりなんですよ。言わないことはもそうそう、う、マダムさんが悪いことをやってるっていう意味じゃないのよ。いや、意味だじゃかないんらだけど。逆に私は他の人でこういうことを言ってくれば、ちょっとそれやめといてとか言ってる立場ですよ、私今。DM なんかでも、ちょっとそれは言えないからとか、そういうことはちょっと言わないでくださいとか、それでも私のやってることはいけないですか？俺今言いましたよね。悪いとは言ってないって。悪いとは言ってないかもしれないけど、悪いじゃあ、ことをやってるとは思ってないっていうふうに言ってだまけしど、た。じゃあどういう意味かなって、そこで。違う違う。マダムさん、わざわざ自分の情報を周りに教えちゃってるんじゃないんですかっていうふうに私言ってるんですよ。周りに。最初に言いましたよね。スペースで、こういうふうに公の人で、今消えたかな？さっきまで私がパソコンで確認した分には、アカウントが載ってない人がもう11人ぐらい聞いてたわけですよ。そこで私のなんか個人情報を言ってました？私個が。人情報とか個やり人情方報っとてか、か、やり方？やり方とかそういうことに関しても言ってましたよね。どういうことでしょう、内容は。だからその畑さんがどういうことをやったとか、電話がかかってきたとか、そういうことでしあ、それはだって別にいいでしょ。畑の動画の中で言ってるし。警察も入ってて、それは構わないって言われてるんだから。警まあ察のそ指こ示もで私は。何回も言うと俺が公表したことになっちゃうから言えないんだけど、まあだからそういうことなんですよ。わ かるかな。まあ、いまあだからろいね、ろ。ハザについてほらムカついてるのはみんなムカついてんすよ、きっと。まあ、俺そもれは含そうめでてしょね。う。みんな、それはみんなそうですよ。それに突っかかっていっちゃ、今言っちゃいけない時期なんじゃないかなって私は思うんだけど。私も相手にしてなかったんですけど、向こうからかかってきたんでしょ？もうちょっとね、それが、もう警察呼ぶレベルだったんで、もううちのヘルパーさんを守るためでもあったんですね。畑の電話番号だけをブロックするみたいなことでだきない？から、畑くんだけでしょうか。いや、じゃあね、とりあえず。だけど、それをやるとあの人ってどうなります？例えば、多分公ツイッ衆ター電ブ話ロック、とかいろんないもんや、で使いまそうすよじゃなね。くて、ブロックすると、ツイッターのブロックしただけでどう思います？あの人どういうことになります？なんでブロックしやがったんだみたいな話でしょ？すごい暴走するでしょ？それも警察とちょっと話してるんですね。結構長い時間いてくれて、いろんなお話をしてもらって、どれが一番いいかとか、こんばんは。こんばんは。まあ、旗が、まあ、ブロックした場合、なんか、あいつらが繋がってるラインで全てが公開されて、ねえ、なんか、また広がる可能性があるんで、ねいや、もう、ごめん、悪いんだけど、もう全部知ってると思うよ。気持だっち。て、相手は、ああいうことやってた人たちでしょ？まあ、ですね。だから、無敵みたいに、自分のことを無敵だと思ってるような人たちは、みんなその情報を持って、じゃあ、我こそは次はってみたいな人がいっぱいいるわけでしょ？それはみんな情報、そういうの、奥さんの電話、携帯番号だってバレちゃうぐらいなんだから、そういう人ばっかなんですよ。うちらが相手にしてるのはそういう人たちなんですよ。別にスペースを開くなとかも言ってないし、旗に意見をするなとも言ってないじゃないですか、私。で、マダムさんのことを悪くも言ってるわけじゃないんですよ。気持ちはわかるから。先生心配してますね。わかるんだけど、結局、
その内容についてのことをペラペラ喋ってしまうとね、結局は向こうのあれになっちゃうから、うん、普通にあのまあスペース開くんだったら別に今だったらね、あの小川社長のねお子さん生まれてよかったねぐらいのお話で済むんじゃないのかなって俺思うんだけど、違うかな。でもしほらそういうなんていうの、裁判っていうかそういう犯罪じみたことは一応みんなも気をつけてねっていう注意事項は必要だけど、はい、あのそのなんていうの、サポートしてくれるんだったら弁護士あの吉原先生とかに聞いてサポートして、内容は秘匿にしとけばよろしいじゃないですか。わざわざここでペラペラ喋ってしまうと、あの吉原先生にまた今度いろいろ迷惑がかかりかねないっていうね。そうですね。そうでしょ、うん、あのマダムには吉原がついてるのかみたいな話になるわけでしょ。多分そうなるでしょきっと。まあ実際、うん、この内容をもしあの他の人がその向こう界隈が聞いてたらそうなるよね。なりますね。うん、今度は吉原マダム味方してるんだみたいな、あの血走った目で旗が出るんでしょ。気持ち悪いと思うけどさ。みんなわあの旗が変だってのは分かってるし、向こう界隈がおかしいってのは分かってるから、ね、わざわざそこにあの餌を栄養をばらまく必要ねえよって言ってるんですよ僕は。ただ単に、うんうん、分かっていただけますかね。まだあのさ聞こえてるのかな、ミュートにはしてるけど、まあ、誰かと話してるんかな。本当に今猫的さんと私です、そうですね、多分はい。今マイクがオンになってるのはあれですね、ソルさんですよね。あ、どうも、ちょっと挨拶のタイミング遅れちゃったんですけど、はい、いえいえ。まあタイさんの言ってることはもっともですね。まあもっとも、もっとも、うん、だからだっけ。いや、あの別に俺の言うことだけ聞いて、あの肌にあの言わせるだけ言わせるな、尺に触るっていう人は別に言ってもいいと思ってるんですよ私は。はい、うん、ただそうした時にいろんな情報を向こうに流すような、要は吉原弁護士にその相談してるんですよとか警察に相談してるんですよっていうのを情報をわざわざ向こうに与える必要はないでしょっていうふうに言ってるんですよ。ええ、うん、ただそれだけの話ですよ。大さんいいですか。それで、警察に私もそういうふうに言ったんですよ、うん、そしたら警察から、だから畑の方にそれ言っちゃってもいいんでしょうかって言ったら、うん、あの言ってもらった方がかえっていいんじゃないでしょうかっていう、うん、だからそれはあの畑に対してでしょ、畑本人でしょ、うん、うん、うちらのことじゃないですよね。あ、だから今日これをスペース開いてこのような、うん、まあ豪華ゲストっていうことで考えて私がタイトル決めたんですけど、うん、もう実はちょっとこれ、あ、うん、じゃあ言わなくていいですよ、あのあれのことは。あの一口一口自分であこれ言うのはまずいなと思ったら、少しでも思ったら言わない方がいい。